ガルファンの、ギャルファンの男子の子の本音となぞこんばんは土曜日の20時半から俺たちガルファンがちょっぴりエッチをお届けします。ガルファンの爽やかネオフロンティア小西亮介とドーンと来いハマーです。さあ、この番組はガールのファンガルファンである俺たちが番組でリスナーとお互いに知り合っていき、いつの日から両思いになれたらいいなという番組で、男女ともに共感できる話で盛り上がっていきます。というわけでね、はい、今日もゲストが来ております。ゲストの花木ゆりかさんです。はい、こんばんは、花木ゆりかです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。すいませんね、一番初めこんばんはから入ってた。いやいや、緊張がほぐれました。あ、一回俺どうでもいい話なんだけど、まあ、寿司屋さんでバイトしてる時に、はいはい、こう電話取って、うん、はい、どこどこ寿司ですっていう電話をね、普通言うんだけど、俺それ、ま、なんか友達と話しててふざけてて、ね、テンパったせいか、うん、こんにちはって言って電話したら、え、あ、こんにちはみたいな。テンパっちゃったね。はい、こんにちはみたいな。やりそうだな、それ間違い、本当に。そういうことがありました。元気がね、ありあふれちゃってましたね。いいことですね。はい、ありがとうございます。花木ね、今日は2回目と。はい。はい、2回目お邪魔させていただいてます。じゃあ、意気込みのほど、よろしくお願いします。うん、あの、前回すごい勉強させてもらったのでね、今日も新しい知識を取り入れつつね、学んで帰りたいと思います。いや、よろしくお願いします。いい心構えですね。素晴らしい。あ、素晴らしい。もう道場みたいな感じだね。あ、なんかガルバン道場みたいな。うちは厳しく行くからね。あ、よろしくお願いします。師範代2人。師範代2人、手取り足取りね、教えますよ。はい。いや、まあ、エロのことに関してはね、こう、まあ、前回、ね、花木からも、いろんな知識とかをもらったりして。うん、あ、本当ですか？よかった。ああ、だから、こう、女性ゲストが来ると、こう、女の、こう、栄養をもらって、はい、で、俺も与えるみたいな。ね、うん、お互い、こう、違う視点がありますもんね。そうですね。まあ、今日は基本的には、エロとか下ネタがまあまあ多いってことでいいですか？まあ、そうね。それをやっぱりメインとして今日も。いつも以上に多そうですね、なんか。ちょっと。結局多いんですよね。結局多いですけど。盛りだくさんだからね。今日は特に多いです。はい。CM の後まだまだエロい話が待ってますので。今日もお楽しみください。それでは一旦 CM です。どうぞ。